はい、走るおいチャンネルです。今日はですね、来年発売するバットを入手しました。それがこちら、 Z のブラックキャノンマックス。以前ブラックキャノン Z とブラックキャノン Z2 があったと思うんですけど、こちらが2019年に発売するブラックキャノンマックスの、シダ用バットですね。こちらをお借りしました。何が変わったのかというのをお話しますと、 Z2 の時のこの芯の部分の三循環構造はそのままなんで、この層になってて、そのこれをバネになって弾き返すっていう、そこは変わってないんですけど、はい。そしてここに前作にはなかったものがあります。バットの中心部がさらに強化されたそうです。ピッチャーが投げてくるボールに対して、より以前よりもこっちを固めて負けないようなスクリーンになっております。よりしなりを抑えて反発させるといった感じのバットですね。でブラックキャノンはもともと初速が速いと有名なんですけど、その辺もちょっと今日はこれを実際に打って確認していこうかなと思います。では早速ロングティーをしていきます。このグラウンド、ネットまでが約 85m で、ネットの高さが約 10m となっております。あれを偏直ぐらいまではまあ行きたいですね。あとは打感をお伝えしていきます。よっしゃ、やっぱブラックキャノンは高い感じですね。音も高いし、こういう感じです。カチッって弾きたいですからね。よっしゃ、おー、いった。結構今いったな。今ちょっと上段ぐらいいきましたね。飛び物で90は飛んでると思います。よっしゃ、あ、今のは飛ばないですね。ダメですね。打感がやっぱ重たい感じはありますね。さ、よっしゃ、いいんじゃない。おー、いったね。中段ぐらいですね。90いくかいかないかぐらいです。さあ、後ろ、あ、中段です。一緒です。中段ラスト。さあ、さあ、さあ、ああいいですね。結構今安定して偏直の中段ぐらいはいってます。さあ、中段ぐらいですね。結構同じところですね。今超えるのはきついかな。超えたいですけどね。よっしゃ、いけた。あれ、ワンバンです。次ちょっとゴロ打ちます。あんまゴロ打たないんですけどね、試合だと。打球速もあるんで低めだと叩きます。ここへ向けて、やっぱその打ってすぐの反発は強いですね、打球の。あ、叩いてる。結構低い打球も伸びますね。いや、早いよね。まあまあやっぱ早いですね、ゴロも。ラスト、こういった。あ、まあまあ伸びたね。今のは結構なんかこう潰した感じはあったかもしれないです。はい、というわけでこちらの Z のブラックキャノンマックスを使って、少しバッティングをしてきました。
Z2 の時も指導させてもらって自分も少し打ったんですけど、この三重管構造っていうのがあって、まあこのバネのように弾き返すっていうのが特徴だと思うんですけど、あの打った感触としては少し重めですね。打感が少し重い感じがあります。あとはライナー性の打球がすごいこう低く伸びていく、まあゴロもそうなんですけど低くこう伸びていく感じはあって、飛距離というよりはどっちかっていうと初速のバットかなと思います。まああの Z で言うとバトルツインっていうバットもあるんですけど、そちらのバットの方が飛距離が出ると思います。あのゴム製のバットで、こっちはあのどっちかっていうとやっぱりライナーでこう抜いていく、あの打者にはおすすめなんじゃないかなと思いました。まあ、Z2 よりも少し強化されたということで、少しこう M 級のボールにも負けないように改良されたと思うんですけど、まあ、バネのように弾き返すっていうことで、まあ、ライナーはやっぱこう伸びていきますね。ティーバッティングの動画でも少しこう低い打球って伸びたと思うんですけど、あの、まあ、その辺をちょっと参考にしてやっていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、久々にブラックキャノンで打ったんですけど、今回使用したのが84センチの 720g っていうことで、まあ、いつも使ってるやつよりは少し軽めのバットですね。まあ、なんでこれがもうちょっと重ければいつも自分が使ってる760のバットからだったらもっと飛ぶんじゃないかなと思いました。そんなわけであのお店で見かけましたらぜひシダをして購入の際に参考にしてみてください。というわけで今日はこちらの Z のブラックキャノン MAX のシダの動画でした。今日の走り追いチャンネルは以上です。あるでしょ、不安定な状況を叩くよ、頼まれした心丸なしで、僕を引きつらせて土足で踏み込んだなんて。はい、というわけで9月のプレゼント企画です。まずはこちら Z のプロステータス軟式用グローブ、こちら片付けをして1名様にプレゼントします。最上級モデルのかっこいいグローブとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちらブリッツの T シャツです。こちらは M サイズで、練習の後とか練習の前とかに着てみてください。カタログもセットでプレゼントします。こちらをチャンネル登録&コメントで応募可能です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。ありあした今日も見てく